たのね。皆さん、おはようございます。あれ、イブちゃんレッスン前なのにもう汗かいてる。何かやってたの？はい、ウォーキングの練習をしてました。実は今度エトワールコレクションというイベントにモデルとして出させていただくことになったんです。エトワールコレクションって結構大規模なファッションショーのイベントよね。すごいわ、イブちゃん。ありがとうございます。ランウェイを歩くのは久しぶりなので、時間のある時は少しでも練習しておこうと思いまして。私、ファッションショーってちゃんと見たことないんだ。エトワールコレクションってどんな感じのイベントなの？大まかに言いますと、ファッションショーはモデルさんに焦点が当たるものと服に焦点が当たるものがありまして、今回は服を見せるタイプのショーなんです。海外から有名なデザイナーさんをお招きしているんですよ。へえ、そうなんだ。イブちゃんがどんな服を着るのかすっごく興味あるよ。はい、まだちゃんと決まってないので私も楽しみなんです。本番もこれと同じ形のハイヒールを履いてくださいと言われているので、きっとこのヒールに似合うかっこいいお洋服になると思います。こんな高いヒール履いて歩くの？すごい！このヒール10センチは超えてるよ。でもこれをイブさんが履いたらきっとすごくかっこいいんでしょうね。そうですか？でも高いヒールでちゃんと歩けるようになるにはかなり大変だったでしょ？はい、練習もたくさんしましたし、本番と同じ高さのヒールを履いて生活したりしました。美しい動きができるようになるには時間がかかりますから。プライベートでも？すごい。あやちゃんはこの間の撮影でこんな低いヒールでも転びそうになってたもんね。気づいてたの？誰にもバレてないと思ってたのに。バレバレでしたよ、あやさん。他にはどんなことに気をつけてるんですか？そうですね、今回は特に食事に気を使っています。やっぱりお洋服が一番素敵に見えるようにしたいですから。はあ、すごいな。私なんて撮影前誘惑に負けてお菓子食べちゃったりするのに。あやちゃん、気をつけてるよ。本当だよ、千里ちゃん。とにかくイブちゃん本当にすごいよ。私に何かできることがあれば何でも言ってね。今の話の流れであやちゃんができそうなこと何かあった？ないかもしれないけど。ありがとうございます。その気持ちがとっても嬉しいです。もちろんです。雑誌モデルとしてのイブさんは見たことありますけど、ランウェイを歩く姿を見るのは初めてなので楽しみです。そうね、楽しみだわ。イブちゃん頑張ってね。はい、皆さんに楽しんでいただけるように頑張りますね。私は紅茶にしようかしら。イブちゃんは？私はミネラルウォーターにします。お、あやさん、あやさんが気になるって言ってた新発売の白桃ジュースが売ってますよ。あ、本当だ。でも今日はこっちにする。え、お水ですか？珍しいですね。うん、私もイブちゃんとお揃いにしようと思って。
私もイブちゃんと一緒に甘いものを控えて気持ちだけでも応援できたらいいなって思ったんだ。あやさん、やっぱあやちゃんって面白い。あやちゃんが痩せたってイブちゃんには全然関係ないのに。それは気持ちの問題っていうか、とにかく気持ちだけでもイブちゃんと一緒に頑張りたいんだ。そういうことであれば自分も今日はお水にします。私もそうしようかしら。私もみんなお揃いだね。皆さんお気持ちとっても嬉しいです。イベント頑張って成功させますね。緊張してきた。あやちゃんが緊張したって仕方ないでしょ。あー、客席もおしゃれな人たちでいっぱいだね。なんだかワクワクしてきた。一人ずつランウェイを歩くんですよね。もし自分だったらと思うと結構プレッシャーですね。みんな静かに始まるみたいよ。ふぁー、みんなスラッとしててかっこいい。服もどれも素敵だね。あ、イブちゃん出てきたよ。イブちゃん、頑張れー。ひなさん、お静かに。わー、かっこいい。あー、堂々としているわね。歩くたびにスカートがふわっと広がってとても華やかだわ。はい、あんな高いヒールなのに颯爽としていてかっこいいです。すっごいおしゃれな服だね。着てみたいな。クールでかっこよくって大人の女性って感じ。なんだか私の知ってるイブちゃんじゃないみたい。イブちゃんすごい、すごいよ。それにしても皆さん遅いですね。何かあったんでしょうか。お疲れ、イブちゃん。お邪魔します。皆さんよかったです。迷子になってしまったのかと思いました。イブちゃん、いつものイブちゃんだ。え、どうしたんですか、あやさん。ランウェイを歩くイブちゃんがすごく素敵で知らない人みたいに見えちゃったんですって。え、そうなんですか。本当に全然違う人みたいだったよ。なんていうか武士道とか言わなそうだった。あ、でもいい意味でイブさんの知らない表情が見られたっていう感じがしました。クールビューティーですごく素敵でしたよ。ええ、服もすごくスタイリッシュだったわ。そういう風にイブちゃんが見せてたのよね。すごいわ。うんうん、イブちゃんの一歩一歩から目が離せなかったよ。皆さん、ありがとうございます。そう言っていただけてとっても嬉しいです。今日すごくいい出来だったのも皆さんが。それじゃあ私たちはこれで失礼するわね。イブちゃん、今日は本当にお疲れ様。お疲れ、イブちゃん。またね。はい。いやー、イブさんすごくかっこよかったですね。自分とっても興奮しちゃいました。そうね。いつもは可愛いイメージのイブちゃんがああいうクールな表情をするなんて驚いちゃったわね。うん、でも
イブちゃんとお話しできなかったね。なになに？あやちゃん急に寂しんぼ？違うよ。今日のイベントを見て思ったこと、ちゃんとイブちゃんに伝えられなかったなと思って。まあ確かにそうですね。でも明日もレッスンで会うんですから、その時話せばいいじゃないですか。そうだよね。皆さん。あれ、イブさん、どうしたの？打ち上げに行ったんじゃなかったの？あの、どうしても今お礼が言いたくて、ちょっとだけ抜けてきました。私、今までモデルのお仕事は孤独だとずっと思ってました。けど今は食事制限を一緒にやってくれたり、応援してくれる皆さんがいます。だからランウェイでも一人じゃないって思えて、今日はすごく楽しく歩けたんです。皆さん本当にありがとうございました。イブちゃんよかった。すっごくよかったよ。もうあやちゃんすぐ泣くんだから。イブさん、別々の仕事をしてたって自分たちはチームなんですから、何があってもどんな時でも応援しますよ。その通りね。はい、パスパレは一蓮托生ですね。あ、すみません、そろそろ失礼しますね。はい、また明日レッスンで、その時に今日の良かったことをいっぱいお伝えしますね。ね、あやさん。うん、話したいことまとめておくね。お、またノートびっしり書いてくるのかな。わー、楽しみです。明日もよろしくお願いします。